おたんこメイドさん、あなたにはこれから悪の道の第一歩を踏み出していただくでございますわ。悪の道？何それ？この私の忠実なしもべとなるため、あなたにも悪事を働いていただきます。私に人殺しとかさせるつもり？まあ、この子ったら、なんて恐ろしいこと。そんな悪いことするわけがないじゃありませんか。悪の道の第一歩ということで、次の3つの中から選んでくださいませ。ございますわよ。さあ、次は2つの中から選んでくださいませ。よし、できた。これはなかなかの傑作ですな。思う存分落書きするのってほんと久しぶりだよね。子供に戻ったみたいで楽しいにゃ。よし、今度は何書こうかにゃ。ん？こら！お前だな！最近この辺りに落書きしてるやつは。感じはまさかあの子の中にカオスフィールドが？そうかもぎ、きっと今まで溜め込んできた
不満が小麦ちゃんの中で膨れ上がったんだ。麦萌え萌え、あの子に魔法をかけたらそれは見物ですわ。では本日も張り切って参りましょう。レッツビギンでございます。萌え萌え、やりましたわ。カオスフィールドを体内に飲み込んだ新たな戦士の誕生ですわ。さあその力でこの世界にウイルスをばらまくでございますですわ。ああ誰に命令してんだこら。え、あたしに命令するなんて46億年早いっつってんだ。あれ誰の麦、あんなの小麦ちゃんじゃない麦。小麦だ、知らねえな。あたしは悪の化身ブラック小麦たんじゃい。あたしの目的はただ一つ、この世界をあたしのものにすることなのか。なんですって。あなたを作り出したのはこの私ですわよ。言うことを聞きなさい。じゃあねポッタ、あたしは好きなようにやる、誰の指図も受けないようだ。これは一体どうなってますの。ちゃんの中のカオスフィールドとウイルスが魔法と反応して小麦ちゃんを悪の化身に変えちゃったんだ。麦、さーて、いや早速始めるぞい。ブラック麦麦光線発射。この光線を浴びた者は私の忠実なしもべブラック麦麦団の団員になってしまうのだ。なんですって。さあブラック麦麦団の諸君、そこの父命のメロウサギをタートへ。ここがええのんか。なんと言ってみたい。十分余裕があるじゃありませんか。戦闘なのよね。そんなわけで
覚悟しなさい。覚悟するのはあんたたちの方よ。くらえ。力の限り連打する麦。シャワー。連打麦。連打麦。バイ麦。わゲゲ。私の胸が、自慢の胸が、ない、ない、萌え。するのぺったんこ。最近やっと少し膨らんできたのに、またつるぺた。説明しよう。ブラック貧乳光線とは、浴びたものすべての胸を貧乳にしてしまう恐ろしい光線なのだ。軍人メイド隊までもやられてしまうとは。じゃあそろそろ本気でいきますか。おっと、これはもういらないにゃ。おえおこえ、魔法のペンダントを外したってことはマジカルナースの資格をなくすってことむぎよ。もえでいいのかむぎ。マジカルナース、忘れちゃったにゃ。それじゃブラックムキムキ団シュールゴー。ムキさんがブラックムキムキ団を復讐して巨大化していくムキ。なんですって。
持ち直すが必要だ。この剣だ。これを使って封印すれば燃え燃えめっちゃいから使えるということは、私のマジカルナースになるということでございますか。その通り。なんか一抹の不安を覚えるのは気のせいでしょうか。仕方ありません。了解。ダジャーでございます。私がメイドさんで、小麦ちゃんがナースで、二人とも魔法使いだなんて。それにメグちゃんたちが私の家のメイドさんだったり、変なウサギが出てきたり。本当に変な夢。まだ5時か。もう一回寝ちゃおう。おやすみなさーい。萌え。やっは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 。世界はあたしのものなのだ。萌えちゃん。萌え。Thank you.
萌え属性チェックのコーナーでございますわ。ここまでのプレイからあなたの萌え属性を分析いたします。まずは萌えポイントの分布をご覧くださいまし。なるほど、ここから推測いたしますに、あなたはズバリ心に迷いがあるようでございますわね。でも素質は終わりのようですから頑張ってくださいまし。